私はね、このこんばんはの時間が好きますね。たくさんタコさんがありがとう。金色のタコさん。ジャンプジャマ、そう、パチュトラ公園です。で、4と5がここにだって天使はいる公園です。天使はいましたかね？髪型に迷ってる途中ですが、まあまあそれは良いとして、藤子がレンレンの話めっちゃしてた。嬉しいんだけど、藤子か、なんかね、今日ね、藤子のね、最寄りの駅、最寄りの駅じゃないけど駅、藤子がいた駅に彼にめっちゃ似てる人がいたらしい。彼もそのちょっと写真見たんだけどめっちゃ似てた。後ろになんか、そう、これはみんなからもらったやつです。おだまく、ちむけ保証がおめでとうのおだまぐです。めっちゃ嬉しいから、ついつい飾ってしまいました。ちょっと上は見せれないぐらいちょっと汚く、そのハンガーでかけているんですが、画鋲とかした方がいいんだろうけど、ハンガーでしているのでちょっと隠させていただいてるんですが、とチーム警報のあれだということで、飾らせております。奥に歯が見えてる。あ、本当だね、ちょっと見えてる、内緒で。え、そうなの、来週、え、もう来週、もしかして来週、今日、来週ってもう9なの？ 7 日後だ、やば。ほんとさ、コンサート終わって帰る準備して帰ってる時ぐらいだね。帰ってるか、帰ってる準備してます。その時あと1週間、やばだと。穴開いてもいいんですけど、別に穴開いてるし。でもちょっとめんどくさくてやってないだけ。なんか深夜テンションでなんか飾りたいって急に思って飾ったやつだから。そういうことです。そういうことってどういうことなんですけど、まあ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 、お気になさらず。そうや、7期生やん、来週は。もう7期生、来週の山には7期生がいて、熊本の日は別に帰りは何も交流なく帰ったか、先輩と。でも渋谷ですから、ホテルですから、交流が何かしらあるかもしれないですね。知らないと。でもめっちゃ楽しみだな。演出家さんがね、ずっとね、7期のことをね、なんかロキって言ってた。
きいから画鋲じゃ、あ、確かに。じゃあハンガーでね、良かったのかも。選択肢成功。ハンガーという選択肢成功。ピンク色、そう、ピンク色ね、これの部屋にぴったりなの。ピンク色多くて、枕元に飾ってある人形がもう全部ピンクなんですよ。だからめっちゃちょうどいいよ。ふうふうふう。ケア部屋にロッツに、なんかウサギのぬいぐるみにワンちゃんさん。6月の予定はカレン出る日はいつ？まだ出ないんじゃないかな。でもカレンのスケジュールで見てみて、気になったら。スタッフシここの部屋レンズを助けない。カレンが聞いた時もさ、悩んでたからさ、結構暑い。昨日レイちゃん永遠くる、え、マジで？ちょっとみんな覚えとってね。レイヤーがちょっとくるだみ。カレンはそんな発言しません。逆にもう染める発言するまーしまーす。まあ許可は降りるか分かんないけど。確かに壁の色と横断幕の色が似てます。嬉しい。ハイタッチ会の動画はお稽古でした。ハイタッチ会の動画の撮影日はさあちゃんと一緒にお稽古に行ってました。で稽古終わりのココハに会いました。あ、違う、間違った。撮影終わりのココハに私は会いました。稽古終わりに。はよ、金髪はどうだろう。でもね、金髪も可愛いとは思いますけど、何色が似合うかなって思いますね。でも金髪似合わないんじゃないかなって思うんだけど、でもカレンが好きな可愛いと思った色はあんま似合わなさそうなんだけど、ミルクティーベージュとか可愛いと思ったんだけど、これ似合うのかな。カイちゃんの出る声本当？目撃者以外ほとんど出てるよ。赤系似合うかな。ゲーベア系今赤っぽい。光とかでかな。ね、ゴールデンウィークでとかねしてみたいけどね。チャーハムのリシャキ不在なのはあれだからだよ、幽霊部員だからだよきっと。昨日カラオケに行ったんですよ、歌唱力の歌を決めるために。そしたらいつの間にか美しきものを歌ってた。ママと、ママが美しきものといびつが好きで一緒に歌ってるんです。カラオケ行ったら、
しょ。爪がね、短くしました。こっちは長い、こことここ短いけど、こっちは長い。みなみなりがさん、よかったね、ありがとう。セリフ、そう、舞台ですね。舞台終わってからしなかったね。舞台も終わりました。来てくださった方はありがとうございます。そう、とってもね、緊張しましたけど、それ以外の時間、まあ、その時もお芝居楽しかったですけど、まあ、ちょっと緊張の方が勝ってたんですけど、まあ夜はより楽しめましたし、昼より、その昼と夜の間とかメイク時間とかでもういろんな方とお話ができて仲良くなって、それが楽しかったです。舞台泣いたの？彼はちょっと泣きそうになった物語。そうなんですけどね、とってもすごい楽しかった、とってもすごい楽しかった。で、彼はちょっと来た人とかにしか分かんないと思うんですけど、2番目になんか目立つみたいな、なんだっけ、2番目の、あ、双子の妹なんだけど、みかん役の安竹風花ちゃんが彼の大好きで、ずっと仲良くなりたくて、その日に仲良くなりました。喋夜の間とかで、でその安竹風花ちゃんたちの席に行ってずっとお話しして、なんか楽しかった。でもマジで全員とお話しとか、写真撮ってない人もね、何人かね いるんですけど、全員とお話しして楽しかった。え、台本買ったの？嬉しい。そう、私彼と同じだね、お揃いだね。そうです、同じセリフ覚えれなかった。そう、南谷火薬のね、7番ですね、7番のシーンです。長いでしょ。ね、台本変えるのいいよねって思った。これも舞台のとかいろいろ台本書いたいなって思ったよ。だからみんなも買ってね、買った、出せばいいんで、それいいんで買ったかな。ね、お芝居もすごいし優しいしね、すごいよかったです。一個上なのにね、すごいって思って仲良くなりに行きました。
なんだっけ、忘れちゃった。なんかね、嬉しいこと言ってくれた。一回だけ、そう、一回だけ、二回、一日だけって寂しかったね。明日もまた来たいって思いましたね。千秋楽に戻りたかったですけど、でも楽しかったな。もう初めの稽古はずっと緊張した。初めの稽古が一番やばかったんですけど、まあ緊張がね、なんですけど、それ以外はすっごく楽しくて、みんなね優しくて、会うたびに話しかけてくれて、暖かい場所でした。ダンス練習だが、なんだっけ、同じラインに立って僕は君と走り出す、同じ景色見つめて振り向かなくてもわかる、届け僕のこの声、届け世界の果てに、届け光を越えて、届け未来の君へ、ですよね。2人の出演者の方々もだから、誰ですか、嘘だでもあとリンカちゃんって子がいるんですけど、リンカじゃないよ、お家じゃないよ、その子とあの電車に乗るまでずっと10分ぐらい歩いてたんですけど、一緒に。でお洋服好きなブランドがあるんですけど、それが一緒で、あとなんだっけ、あとなんか共通点あったんだけど、そう、森本リエさん、リンカちゃんだよ。楽しかった。みんなね経験者ばっかり、でも初出演の方も2人ぐらいいたんですけど、でもその方たちもね演技すごくて、いつか、そう、公演も見に来たいって言ってくれた、風花ちゃんとかも。ダンスパート踊るからね、夜は踊ったんですけどね、アフタートークで。みんなアイドルの方もねめっちゃいますよ。小日向ゆうかちゃんとかもそうだし、さあやちゃん、森崎じゃない、さあやちゃんとかも、私、ふうかちゃんは100日アイドルみたいなそう、生徒会長が小日向ゆかちゃん、いちごさんもなるみさんもアイドルですし、彼の話した、聞かせて、そういうのめっちゃ気になる。渋みは生誕祭ですね、彼なんでねん、渋みは生誕祭は出て、でも本当に渋みの生誕祭出たかった。
舞台と被っちゃったけど、被ってなかったら出てました。周囲の瀬戸あたり新時間スタバ、あ、いちご味なんだ、いいね。これはいちご味はそこまで好きじゃないけど、という生徒会役ね、ツンツクツンツンツンツクツツツンみたいなしたい、ブン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 みたいな。かっこよかったわ、生徒会役大好き。ツンツツンそう、森本リーガちゃんは一番絡みが多くて、絡みが多くてっていうか2回だけなんですけど、1回目の電話のシーンでも、そのアリサ、アリサ役、アリちゃん役が一緒に出るのね。ツッツルツルツ、舞台行きたかった。え、じゃあもし次出る時あったら絶対来てね。あ、そう、初めての星、この前のこと初めての星で結構ちゃんし、そう、ここはハトね、絡み多かったね。そう、初めての星を出れたんですよ、初めて。めっちゃ急遽だったんですけど、夜公演と昼公演の間って時間ないんですけど、公演終わって夜公演リハしてる最中、違う、終わった後になんだっけ、初めての星出れるって言われて、出れますって、ひとまずなんか覚えてなくてもいいかな、立ち位置だけユニット後にリハしようかって言われて、みたいな感じで結構慌ただしくしてました、昼公演と夜公演の間は。だからね、その日お弁当食べてなかった。ピーピーピー、でもね、出れて嬉しかったです。ヘミリーさんとマネージャーさんが選んでくださって、ユニット MC、 あ、でもユニット MC はもともといない予定だったよ。まあ時々いないからね、時々、まあランダムなんで、ユニット MC のメンバーとかはもともと、あの、その前日からいない予定で、あ、珍しいと思って。だけどまさか初めての MC 出るとは思ってなくて、彼もね。でもツン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 、無事覚えられました。長い道のりが、何度も来られていたの、告白するのはなぜだ。その場所から光る奇跡の私を、これはセリフ飛んだら母が代わりに喋ります。お願いします、喋ってください。台本渡すんでかえんちゃんとのハイタッチめっちゃ見て、本当痛くないよ。でもどんぐらいが痛くないんだろうね。でも、うん、優しくします。
こんな感じになりたくないんで。1月から、え、そうなの？それは行かなきゃ。それは絶対に来てください。1月からってことは1月は来たのかな。なんか、うん、もしねねちゃん、ねねさんが救援の時カレンちゃんセンターで出演するとそりゃ思いますよそりゃ私はセンターがしたいです。リンカさん、どんだけね、なんかリンカさんだけじゃなくて誰、あとなんか誰かもどんだけ出るって見た気がする。あ、違うかな、違う人かな。公演がね、3日続くのでね、髪型に迷うところでも5は決まってて、5は決まってるんだけど。確かにレイヤの手大きいね。彼の手はどうなんだろう。落ちした。いや、ハイタッチから手袋あり？手袋してするの彼。9月28日から6月。あ、そうなの？たくさん見ればいいね、階段で。ね、したいですけど、どうだろう。ね、センターで踊れるようにいつかね頑張ります。ハイタッチだね、握手じゃなくてね。ネタ近いの詳細はまだだけど、他のグループの握手会手袋、そうなんだ、手袋なんだね。全然手袋しないかと思ってた。私たち他のアイドルでしたことはあるけど、次は一瞬だろうね。空を見上げ歩くってこと嫌いじゃなかったんだ。背をそうどれくらい鳴らしたでしょう。涙なんて結構な流したはずなんか手袋ありやったら普通に話だけでいい。え、ハイタッチ書いてさ、お話もできない？ちょっとお話できるぐらい。あ、大好きだからねみたいな、大好きだからねみたいな。手汗が気になる年頃、彼も手袋してて熱々かもしれない。彼手汗はそこまで出ない人ではあるけど、ロキ最初のハイタッチはカレンに似てる。あ、嬉しい。ロキとやカレンだけやもんね。
これ最初だ、最初も最後もハネだもんね。軽く触れる感じでやらないとメンバーさん結構そうなの？これいつもさメンバーにさ強くハイタッチしてるからさ怪我させちゃうかもいつか。ってこと？いつもするのはココッペですかね。いつもココッペとハイタッチしてます。青い月でなんだっけ2サビ1サビか。ダリンダリンちょっと待って、青い月じゃない。ちょっと待って、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 ちょっと待って。これなんか強めに軍手やばい。軍手はもう軍手手じゃなくて誰でもいいやん。指切り替えとかもあるの。メンバー小指痛いってなったら、たち確かに小指はねちょっとねちょっとこうなっても痛いもんね。わかるわかる。しかももう少し上やし話少しあできるんだ。カレンとハイタッチなしでダメだよ。なんでね。ヨモちゃんさっき帰ってきたからお出かけからね、今お風呂入ってるんじゃないかな。まあ明日からゴールデンウィークだし夜更かしするんじゃないでしょうか。ありがとう。探したけんやった。みんな探したらあるのね。すごいね。ね、ハイタッチしたい、カレンも。みんな、カレンの、カレンにハイタッチしに来てください。強めか弱めか、ご希望通りにします。ねみんがさ、ファンの方かと思って。あそれね、それまで見たかも。それ見てあっって思ってまとめ出しのまとめ出しなんかまとめ出し開始時間みたいなのあったよ。できるみたい多分ね。ちょっとみんなも見てみて。カレンが見たやつではそうだ。これね、それハイタッチ了解しました。背中叩くの、そうですね背中、あ、でも最近ね、叩いてないです、背中。これねがいつも嫌がってる。もう痛がりすぎてさ、もう弱くやってもさ、今までのさ、痛みで痛がりそう。来るね。かいちゃん明日の公演東京からチャンピオンライズ持ってくる。ありがとうございます。嬉しいな。コボテン来てください。コボテンもね今月たくさんありますから。先日の公演で291のバルに気づいてもらって自分見ました。気づくよ。あれはめっちゃ嬉しかったもん。ありがとう。自分もヒロシさんもじゃなくて私が嬉しい。ヤモトちゃんの声しますか。あ、そっか、メンバーとするとかなんか言ってたね。カレンも何も思うかないんですけど。七期生もいるじゃん。みんな七期生に行くでしょ絶対。どうせ行かないでね。支援だけはしないでね。悲しいから。休日の固定待ちは取らなくて泣く。あーね、平日はやっぱ厳しいよね。あ、やべ、全国各地の俺も参加できそうだから久しぶり。嬉しい。じゃあそれ楽しかったらぜひおしゃべり会も行ってください。
どっちかいつだったっけ、6月と7月忘れちゃった。いつ、行こな、食いがね楽しい、最高です。うん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 、あいときの七木の子にあいさつ行かなきゃ。あ、なるみさんの配信が始まりました。背中が基本 GG みんな GG だもんね、意外とね。ココアペのね、ココアペとリンリンってさ、あ、違うか、6月のやつがココペの前の日で、7月のがリンリン誕生日。なんだか気になってるか、2人もいるじゃん。あらららららら、まあ彼も気になってる子いるけど、可愛いとみんな気になるよ。パリマイシュ、この場所から色が、半地下劇場で七木のヒレン外れました、バレた。みんなすごいし、あれだけってことだね。さっき12歳かね、4人やばいね。ゆいな入れて5人に、はや多すぎ。え、じゃあ13歳6人とか、もしかして違う、肩たたき受ける、肩たたき得意だよ、マッサージ。でもみんな強いって言われるので、皆さんにはちょうどいいんじゃないですか。ちょっと弱めかな、おばあちゃんがあの気持ちいい、あーやばいやばい、気持ちいいっていうぐらいなので、みんなはちょっと物足りないかもしれない。好きという気持ちまた変わる、声も顔も不器用なとこも全部全部君との日々もきっと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 色あせる。肩たたき得意だよ。教室にお客さんにおしまい教えてって言われて、彼のこと絶対調べてくれて、めちゃくちゃ嬉しすぎるでしょ。それは彼のこと言ってくれるのも嬉しい。歌唱力出ます、この歌じゃないけど。この曲はあのギターしてた曲、昨日おとといに久しぶりにギターをしてみた。もうしてないけど、でも痛くなりましたね、ちゃんと指がもうやわやわだったんですけど、ちょっと硬くなりました一日で。
ぱり。でも歌はね、前は歌ってなかった。なんかカレンが弾いて隣の子が歌って、いとことか歌って、アコギです、カレン。うん、イントネーション違った、ごめん。アコースティックギターです。エレキではないんですけど、アコギです。学校の音楽の授業ギターはやらなかったけど、琴やりました。琴とか、なんかイロハニ、なんだっけ、一二なんだっけ、分かんないけど、新しい人を並ぶ君はユナイテッドボディはもう無理ですね、彼は。夢のデッドボディどこに捨てた、ツツツツツツツっているのな、ツツ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 歌詞法をつつつバレた。ちょっと歌詞覚えるの苦手なんですよ。つつ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 つ舌を噛んじゃうような名前のロシア人、なんでてん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 、わかります。でん、今ねちゃんとエルタンとゆかさんですね。ね、声優覚えたのはねとってもすごいと思う。小学の歌決まりました。でもめっちゃ悩んだ。ワンシーンで歌唱力の歌ってバレていいの、バレちゃダメ。ねえ、いいのか、ここでやってるとき、サヨネさんのプレッシャー期待してるのに全員でやる人。確かに。え、どうしてたの、救援されたとき。救援されなかった。そう、だから覚えてるのがマジでやばいと思う。アクセルね、あ、愛しさのアクセルをもっと巻いて振り切るスピードで、あなたが感じしてる、これ以上愛してくれる秘密とかせんで済んだのは、嘘をつきたくないかも。普段の時エリちゃんと入る、あ、そうなの、タイミングしてたね。後ろにね、エルネ、マリアさん、リコピさんとかいたので、ぜひ。ライトの色、紫とピンクです。そうです、紫とピンク振ってください、ぜひ。
ても嬉しい、歌える人見つけんなら。でもカレンかわかんなく、カレンじゃないかもって思う時もある。だが今年中にメンタルボディするのもね、なんか言ってたね。カレンも聞きました。すごい応援してます。ちびちゃんドラム練習したい。マジで？マジで言ってる？なんで？セーブ最終期が誕生日だったのに。あっ、おめでとう姉さん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア TH さん。先週の金曜日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。誕生日ですね。最近誕生日の人も多くて嬉しいね。え、待って、最悪オニューは俺が出るからデッドボディ出てほしいな。オニュー出るのやめて。オニューもデッドボディも出ます。じゃあそんなことはないだろうけど、12月生誕祭はデッドボディ。生誕祭はちょっと決めてるのがあるんですよ。まあみんな驚かないけど、言ってもでも一応言わないでおく。生誕祭のユニット、とりあえずみんなはリザキの生誕祭のユニットが可愛いから見て。わかんないじゃんね、リザキがデッドボディするかもしれないし、ジッパーするかもしれないし。ジッパーは可愛いですし。ハンジャドリー初ユニット言ってみて、やさ。修行さんデッドボディ？ボディーデッドだって。いやー、修行さんは一人のやつダメです。カレンが一人。紫とピン、カレンしかおらん。あ、そうなの？あった、よかった。七年ね、元気だよ。七年はコンサートリハで、ずいぶん前から会ってまーす。イエーイ、うれしい。七年とも喋りましょう。持ち帰ったドラマだったの。パパさすがやな、しぶりのパパ。スヒナちゃんスンブラス、そうなの？初めて聞いた。ユニコーン色ってことかな。ユニコーン、確かにその色のイメージちょっとあるかも。いや、彼は濃い紫と濃いピンクってことで、まあ、彼は濃いピンクが大好きなんですよね。来年生誕祭、一番君の両手で抱きしめたくなるんだ。誕生日覚えてる？彼のジッパーブー。ハンちゃんはニューリンリンの狙いどうかな。そろそろポエナイムがまだじゃない？全然わかんない。窓の気はしますけれども、帽子お乳か何度を狙えってこと。カレンの付き合いの18、え、待って、234終わったらもしかして、あ、345終わったらもしかして次18以降やん。あ、15か。15もあります。どうだろう、連
生とさ、リチャキさゆちゃんとジッパーできる。ジッパーって何歳からできるんだろう、わかんない。リサキ、ウラちゃんとやってもいいし、高三組のレイヤとミユとやってもいいよね。とよくない？リチャウラとね、なんかね、ユニットしたいよね。ウラちゃんのユニットデモデモか。でもね、ウラちゃんのは結構覚えてる、覚えてたユニット知ってるから、それ3人で出たいな。できるんで、彼ほとんどポジション覚えてますんで、ユニット制覇まであと何ポジだろう、5ポジぐらい、6ポジか5ポジなので、皆さん全部見に来てください。はい、ツッツッツッ、うらちゃんきっと戻ってくるよもうすぐうらちゃん誕生日だね。うらちゃんのタンプレは買いました。でもうらちゃん誕生日に行って母の日と同じなんだよね。つつ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 でりてて、小学校時で数字買ってもだろ、気持ちなくつむき通り過ぎるだけよ、友達みんなこの状況。チッパー二十歳から、そうなの。じゃああと3年待ってください。100回超える？公演出演3回収。100回超えたいな、今年も。今年もまあちょっとおかしい。今年こそ、もうおかしいか。あけきちゃん腕を組んで押しました。そう、順序ユニット制覇ありがとうございます。順序制覇しまして。と尻尾のセンターとパチトラのセンターとあと1個と手元もあと1個とジャンヌあと1個でございます。楽しみ。ナナキ最初に喋りかけたい子狙ってるかわかんない。ナナキさんあんまり、でも同い年の子とか。偶然な、え、待って、もうすぐやん。カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。え、成人式楽しみ。カレンもお酒飲める年になってるね。3年後にはやばーん。歌劇の曲誰のパフォーマンス来るねとか。あとは YouTube でいろいろ見たりとか。あ、ランキング読みます。え、今何時みんな教えてー。 Now して Now What's it now みたいな。 What time is it now。 あ、あと3分ありがとう。 Thank you。 じゃあ13位読みます。
大くんありがとう。ジュニー、ジェイチさんありがとうございます。ハッピーバースデー。11位、キタさんありがとうございます。10位、ハッピーチさんありがとうございます。9位、白熊さんありがとうございます。8位、コージ山本さんありがとうございます。7位、さすらいの旅人、マークさんありがとうございます。6位、山山さんありがとうございます。5位、ふみおさんありがとうございます。4位、どうもひろしさんありがとうございます。3位、カレイになったおことらしいないときでさんありがとうございます。2位は C 君ありがとう。1位は山田ちゃんありがとう。今日もね、キューザーキューザー来てくれてありがとうございました。私だから公園来る人は一緒に楽しんで、公園来ない人も DMM で一緒に楽しみましょう。ではそろそろ終わりかな。警報こっちか、警報明日から、違う、明後日から、明後日が警報、ハンジャンリンカがね来てくれる日なので、一緒にお会いしましょう。じゃお疲れんれん、おやすみみん、すみつけちゃ、バイバイ、おやすみ。カレーも大好きだよ、みんな。バイバイ、バイバイ、バイバイ。みんみん、いい夢見てください。楽しみ、ありがとう、おやすみ。